五枚バ城は、栃木県にあいた市早川町にあった、日本の城。栃木県指定史跡。塩屋城、塩屋古城、中村城などとも言う。昭和4年追記、昭法元年9月19日廃城。五枚バ城の追記年代については、自称、樹栄年間に、塩谷寄住により築城されたとする説と、昭和4年に、 塩谷より安により気づかれたとする説がある。日本城郭体系によると、塩谷より住み説が地元伝承、塩谷より安説が塩谷記録の説だという。また、日本城郭体系は両説とも伝説の域を出ないとしている。ただし、前者の説の場合、自称、樹影年間には、すでに塩谷より住みは没しており、 この点において昭和4年時季説が有力と考えられている。さらに発掘調査でも、五枚バル城の追記年代は1400年初め頃と推測されており、より年代の近い昭和4年説が有力となっている。また、五枚バル城には、もともと、塩屋軍画があったとする説があるが、塩谷氏が、塩屋軍の支配地として、当地を選び、五枚バル城を、 巨城の一つとして扱ったことは、これを裏付けている。築城者とされる、塩谷より安については、塩谷氏のいずれの系図にもその名が見当たらない。同年代のいずれかの塩谷氏の人物の別称である、可能性もあるが、今のところ確証はない。ただし、宇都宮氏の系図の一つである、富士市、道金高村という系図には、 塩谷友貞の父である森朝の弟として、塩谷行康という者が存在する。秋田塩谷系府では、左官朝の弟には、年齢順に友宗しかいないが、この系図では、浅本と重友の間に、豪体がいることになっている。塩谷頼康とはほぼ同年代の人物であり、名前が似ているが、塩谷頼康と塩谷行康が同一人物で、あるかは不明である。 五エバル城は、川崎城と共に、塩谷市の居城として機能していたが、その時代の自責は、あまり後世に伝わっていない。これは、五エバル城を、館、川崎城を詰城とし、同じ居城でも、戦の時の五エバル城は、川崎城の市城として機能していたことも、理由の一つだが、五エバル城がある、中村一帯が、水田的地が少なく、 経済的開発に適さない土地柄であったため、五枚バル城周辺が発展せず、次第に、館でも、別邸としての要素の方が強くなっていったため、伝わる辞席が少なかったという事情もある。塩谷義綱の時代、五枚バルの城主は、その初兄である義道が城代を務めていたが、五枚バルの城代は、代々当主に近い一族が務めていたと考えられている。 天正18年の小田原の役をきっかけに、塩谷氏の家臣、岡本正近が独立を果たすと、その姉の子であり、正近の娘婿でもある、塩谷義道も、中村と木端合わせて、約1000国の所領を持って独立し、義道は、五前バル城を居城とする。慶長3年に、義道が没すると、着男義康がおじであり、 岐阜でもある正近の岡本家を継いでいたため、次男の岡本多元信が、塩谷総重郎を名乗り、家督を継ぎ、五枚バ城の城主となる。しかし、正法元年3月10日、泉騒動が勃発し、これにおいて、保身が殺害されると、この騒動のために、岡本氏は、改役になり、五枚バ城は、廃城となる。 慶応3年2月7日午前10時、夜直し大明神の旗を仕立てて、約150名の金豪在住の農民が、五枚丸城跡に集結し、百姓一揆が勃発する事件が発生する。翌日の8日には、その数は倍の、約300名にもなり、近隣の富豪の家を襲い、借金帳消しを要求して、借用証文を焼き、金品食料を強奪した。 御前玄周辺の領地は、当時、数多くの大名家や旗本に、領地分けされており、200国程度の国高しかなかった、五前バル城のある中村ですらに分割され一村に、旧となっているような状態で、そうした変則的な当時に苦しんでいた農民たちの、不満が、慶応2年5月に、摂津国で発生した打ち壊しに乗じて一気に、爆発し、勃発した一気であった。 摂津国で勃発した打ち壊しは、当時、強作や幕府の徴収制抜のために米価が高騰していたため、起きたもので、その影響は、関東にも波及し、関東各地でも一気が起こっていたが、五枚バルで起きた一気もこの流れのものであった。五枚バルの一気勢は、まず2月7日に塚原村のリエモン卓を襲い、翌8日以降には、安沢村の豪商、島屋徳米、 よろずやり平卓を襲った。その勢いのまま、川崎塾を襲おうとしたが、宇都宮藩の軍勢が到着し、鉄砲隊による攻撃が一騎勢に浴びせられ、一騎勢は五枚バル城に撤退する。2月12日、当地の大官、持月善一郎を率いる、鉄砲隊を加えた約500名の軍勢が、五枚バル城を包囲、攻撃を開始すると一騎勢はこれに降伏して、 壊滅した。その後、川崎反町の名主宅で、裁きが行われ、大半は百叩きの刑などの軽い刑罰で済んだが、重罪の者は、江戸に送られ、八丈島などへの島流しとなった。この裁きにより認定された首謀者は、小畑村5名、成田村3名、豪華村1名、山田村1名である。しかし、この一機には、焼いた地域の者だけでなく、 地域外の者も,も参加しており、焼いた地域外からも3名の死亡者が認定されており、無宿人も多く参加し、強奪を働いたのは、ある時にはこの無宿人たちであった。したがって、一期税の思惑も、農民たちと無宿人たちとの間では異なっており、物価高騰による、生活苦のために、借金の帳消しなどを求めた農民たちの一期の、同期と、 無宿人たちがこの一気に参加した同期は、大義名分の有無などに大きな違いがあることなどを把握しておかなければならない。五エバル城には、現在主角と、その近周囲部に、良好な遺構が残り、栃木県指定史跡となり、午前原公園として整備されている。しかし、主角以外の遺構は、シャープの工場用地として開発されて壊滅している。ちなみに、 シャープの旧社名が、早川電気工業であったため、午前現周辺は、早川町とも呼ばれている。焼板市ホームページ県指定文化財史跡、焼板市遺跡地図、焼板市市では、焼板市中村の表記。焼板市教育委員会、第1次、調査、1989年10月から1990年1月まで。第2次、調査。 1990年5月から8月まで、八重た市市、栃木県市、ふるさと八いの歩みなど、午前玄公園八重た市公式 HP。ありがとうございます。